こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サリータグ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。セプテンバーバージャン、前に行きそうです。サリータック、それに続いています。さらにはハトゥーフ、7番ディバインパートナー、その後ろマーケットブースター、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはセプテンバーバージャン、その外からハトゥーフ、その隣にスクリーンサクセス、サリータック、そのうちに続いています。その外にサイレントファニー、その外からマーブルストライプ、並んで7番ディバインパートナー、アドラーブル、後ろから内からはルビーロッキー、並んで6番ブレイクキャリー、すぐ後ろにチェリークレア。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はオールボタン、シスターピレネー、ほとんど差がありません。セプテンバーバージャン、3番手アドラーブル、いい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はオールボタン、その外からはマーブルストライプ、シスターピレネー、その後ろ、その外からはハトゥーフ、その隣からはスクリーンサクセス、ディバインパートナー、その後ろ、内からはサリータック、その外からはサイレントファニー、内からはルビーロッキー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてオールボタン、セプテンバーバージャン、ほとんど差がありません。スクリーンサクセス、3番手アドラーブル、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。ここで先頭はハトゥーフ、ハトゥーフ先頭、2番手はオールボタン、追いすがるアドラーブル、まだ後ろ懸命に前を追っています。先頭はマーケットブースター、マーケットブースター、抜けた。2番手はハトゥーフ、先頭はマーケットブースター、1着でゴールイン。マーケットブースター、1着、2着にはどうやらハトゥーフ、勝ったのはマーケットブースター、見事な勝利です。